これは私のために。ありがとう。とても綺麗。それにいい匂い。ええ、すごく気に入った。今度お家に来て。どれだけ私が大切に扱ってるのか見せてあげるから遠慮しなくていいのよ。今度のそれは何？これもくれるの？ありがとう。でもこれ、あなたが毎日大切に食べてたチョコじゃない？いいの？私がもらって。そう？じゃあ遠慮なく、いただくわね。でもこれ、あなたが私に食べさせてくれたら、格段と美味しくなるんだろうな。食べさせて。おいしい。美味しすぎてあっという間に食べちゃった。ありがとう。あなたが好きな理由もわかるわ。大丈夫よ、無理しなくて。じゃあ、あなたが私に食べさせたくなったら食べようかしら。え、恋人に食べさせてもらった方がとっても美味しく感じるもの。ん？恋人よ。私はあなたのことが大好きだから。あなたの気持ちって。私がこのベンチで眠ってる時に隠れてキスするってことは、そういうことなんじゃないの？気づいてたわよ。もう、私が起きてる時にしてくれればいいのに。ん？好きよ。あなたは違うの？あんなに熱いキスをしてくれたのに。何度も何度も眠ってる私のほっぺ、おでこ、鼻、耳も触ったっけ？でも大切なところにはしてくれないのね。唇。やっぱりあなた真面目ね。こうやって公園でのんびりあなたと話す時間好きよ。年の差なんて関係ないわ。私が気にしないって言うんだから。え？あなたは若くて可愛いけど、私の前では時々男らしい表情を見せてくれて、キュンってするのよ。こんな年でもこんなに熱くなるんだなって。ねえ、唇にしてくれないの？私のこと。
恋人にしたくないの？大きい声。私はずっとそう思ってたわよ。君が隠れて私にキスをした時から。今日もこんなに綺麗なお花をもらってしまったんだもの。愛さずにはいられないでしょ。え？好きよ。あなたも私のこと堂々と愛していいのよ。隠された方が傷ついちゃうな。何年もお話し相手になってくれたんだから。え、もうあなたなしじゃ落ち着かないわ。一生懸命隣でお話ししてくれるあなた、とても愛おしいの。堂々と私にも愛させて。名残惜しそうに唇見てたでしょ。うっすら目を開けて観察してたの。え、してほしかったな、唇に。恋人になったらさせてあげるけど。もちろん大歓迎よ、あなたのこと。それは私も一緒。こんなおばさんを好きって言ってくれてありがとう。毎日くれるプレゼント、本当に大切にしてるから。もちろんよ。今度見に来て。何が早いのかまだわからないけど、あなたのペースに合わせるわ。ゆっくりゆっくり。今日はどこまで進む？この前できなかった、ここにキスしちゃう？恥ずかしいなら、あの時と同じように目をつむって待ってようかしら、君のこと。じゃあ目を閉じるわよ。うっすら見ちゃうかもしれないけど、それは気にしなくていいわ。だってあなたが一生懸命キスしてくれてるところ見ていたいじゃない。ほら、目をつむったわよ。いつでもどうぞ。感想は？緊張しすぎて何も感じなかったのね。だって手震えてたもの。でもよかった、ちゃんとしてくれて。
え、私はあなたの柔らかい唇が感じられたわ。見てたかどうかは教えない。今度あなたが居眠りしてるときに私がキスしてあげる。キスしていい？うっすら目を開けて私のこと今度は観察して。そうね、でもいい天気だわ。やっぱりあなたと過ごすこの時間は嫌なことも全部忘れて一気に幸せな気分になれるわ。あなたは何もしなくても私の隣にいればいいのよ。え？このお花、どこに飾ろうかしら？ん？玄関？そうね、キッチンでもいいわ。どこがいい？決めていいわよ。たくさん候補があるのね。じゃあ今日はゆっくりそれを決めましょうか。楽しい時間になりそうね。そこもいいわね。思いつかなかった。すごいわ。いいわね。